もう多分無理だと思います。え、これステーキですか。ステーキ五郎どんなもんじゃいスペシャルです。いただきます。いただきます。これ、バターですかね。バターです。ステーキなんでちょっと一発行ってみたいですね。ちょっと行きますね。あ、うまっ。意外と柔らかい。これめちゃくちゃうまいぞ。これいけるかもしんないっす。なんか見た目のごつさとは裏腹に意外と優しいやつですよ、こいつ。もう表面の感じとかもどう見てもこれ歯ごたえあるだろうなと思ったら、意外に噛むとすげえ柔らかいっていう。で、肉汁が溢れてきてすごい美味しいです、これ。これ醤油ベースで、あと、秘伝の調味料を使って作ってます。チャックロールになります。はい、ちょっと大変ですけど、でもナイフ入れ始めるとお肉がものすごい柔らかくてジューシーなんで、勝手にこうナイフが入っていくというか、なんかね、結構な勢いで僕カルチャーショックを受けてます、今。いや、なんならむしろフォーク切るのが楽しいぐらいですね、今。それぐらいもうサクサク入っていくんですよ、これ。ほんと見た目と全然違ってめちゃめちゃ柔らかくて美味しいです、これ。うん、いけると思います、これ。やっぱりお肉は強敵なんで、なるべく最初にある程度、お肉の状態を把握したくて、ある程度食べてからそこからちょっとこっちの方に行こうかなと思ってます。肉プルプル、本当に超うめえ。これうまいな。スープも込みなんだ。ちょっとじゃあ作戦変えようかな。野菜ちょっと。うめえ。このスープ絶妙です、本当に。お肉にも野菜にも超合う。まあ小食の人も、大食いの方も食べていただけるようなバランスを、考えて作ってますね。これだけのために開発してます。特別ですね。全然スープが減りません、ね、残りがスープだけになったところで、一つ、食材が追加されます。ん、ちょっと待ってください、それは話が違います。ダメ、ちょっと待って、これダメだ。そうですね、これはもう余裕ぶっこいてる場合じゃないですね、これ。これ肉いかないとまずいな。本当にうまい、これ。
とうまいよ。これ多分ですけど、僕56分どころか多分30分で終わると思う。いやなんか飲み物じゃねってぐらい楽です今。いやまだまだこれから厳しくなってくると思うので、こっからですね勝負は。多分ですけど、ちょっとお肉を大きく切りすぎたかもしれないです。テトリス下手な人みたいになってます多分。ちょっと待って、これちょっとまずいですね。写真変えよう。お肉をなるべく細かく切って、咀嚼回数を少なくする方向でちょっとシフトしようと思います。なるべく切ってる間もちょっと顎を休めないように。いや、56分フルに使ってちょっといけるかなっていう。だって、しかもこれで終わりじゃないですよね。なんか追加あるんですよね。おどもん、あれこれ肉って1個じゃなかったっけ。なんか下からまた肉。そちらのサービスのステーキになります。450g、1ポンド結構な言い方、ありがた迷惑かもしれないですねこれ。いやこれちょっと本当にやばいですね。めっちゃ焦ってる、めっちゃ焦ってる。いや全然切れねえマジで。これお肉切るコツとかってそんな聞いたらダメだ、ファイターじゃない。口が滑りました。間違いなくこれ最初にやっつけなきゃダメですね。野菜より肉が先です。いやこれでもちょっとでかいですねまだ。いやね、本当に肉って胃袋のテトリスを慎重にやらないと本当に大変なことになるんですよ。本当やべえ、ちょっと食べ方変えます。
ばいやばい。5割ぐらいですかね。ただちょっと気持ちが焦ってどうもちょっと軌道修正しきれてないですね。基本的には使わない方ではあるんですけど、はい、ちょっともうどうしようもなくなってきたんで、ちょっと水多めに使う、ちょっと裏技系でちょっといくしかないですよ、これは。ちょっとウォータースライダーみたいな感じですよ。まず手先をかなり使うっていうのと、あとそのやっぱ食べるペースがつかみづらいというか、全然未だに攻略ができてないので、正直本当にちょっと分かんないです今も。一切余裕ないですね、本当に。あと飲み込む時ですね。喉があんまり開かないです、なんか。確かThank you.
チキンライト。飲める。追加のご飯なんで。
ある種すがすがしいですね、ここまで来ると。乾杯です。参りました。ありがとうございました。